振袖の販売枚数で九州ナンバーワンにまでのし上がってきている会社だそうです。やってもやっても全然お客さん来なかったわけですね、はいはい、ほらいかんと、発想を完全にひっくり返したわけですよね、はい、まあ、お客さんがもうやめてくださいぐらいお客さんが来始めて、着物は着るものじゃなく体感するものっていう、着物一つ着るとこう、まあ、背筋が伸びたり、はいはい、ちょっと周りの景色も違って見えたり、着物ライフスタイリング、着物を伝統工芸品云々ではなくて衣服ですし、やっぱファッションですし、今日はちょっと着物で行こうかしらっていうのがいいんじゃないかなと思います。やろうどものチームと全員男性です、はい、遊牧民のように全国渡り歩く外商部っていうチームと、はい、